あなたに恋してしまった。お前、今晩は友は結構ですからね。先ほどからの不機嫌の仕置きに、そこでそうしていらっしゃい。かくいう僕も、ビルマーヤ姫の悲しき奴隷、この物語の語り部の、じゃあ、奴隷の分際で！えい！あ、ミューザ様！あの歌を教えて、お母様！あの歌は…どこへ誘おう、熱い砂よ、許さないから。女というのはだんだん美しくなるものだからな。標的に対し真っ向から突き進むあなたの荒々しさは我ら北の国々にも聞こえております。欲しいものを取ることが私の生き方だ。今は我が王国のためガリアとのつながりがいる。私と結婚してやると言うんだよ。どうしたのソナエルさん、行くわよ。結婚とは忍耐ですよ。頑張れ頑張れ。私、狩りはあまり好きではありません。なんだ、そうでしたか。いや、よかった。私は鳥が好きでね。あの汗っかきさんと結婚するんですか。本当に好きな人と結ばれないなら誰でも同じこと。その金の砂漠を見てから私のふるさとガリアまで行って母上のバラを見せてあげよう。人を呼べばいい。愛していないというなら。私はお前を裁かねばならん。タルアミネ、なすべもなく立ち尽くす。熱いね、あんたの剣は。こんなに弱いけどあんたの剣には情熱がある。愛なのすべさに